どうも皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。ようこそ夢と魔法の王国、東京ディズニーランドへ。僕たちは皆様に東京ディズニーランドのさまざまな魅力を紹介するためやってまいりました。ジップトゥルガイドツアーの3人です。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ皆様、東京ディズニーランド現在5時ちょっと前でございます。日も越してきまして、ようやくね、クリスマスイブの夜に突入してまいりました。だんだんとね、本格的にクリスマスのためにボルテージがこう上がっていってる感じですよ。さあ、ところで本日東京ディズニーランドをオープンしてから、もう何お父さん、何おかしかったの。何、そうでもない、分かった、いいよ。じゃあ本日も東京ディズニーランドね、アトラクション乗ってきたよという方いらっしゃいますか。はい、1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、ジュリー、ありがとうございます。きっとスターツアーズを乗ってくれたんだろうな。よかったよかった。そうではね、まだ乗っていらっしゃらない方もいらっしゃるということで、まず皆様に東京ディズニーランドにある全てのアトラクションを素敵な音楽と愉快なパントマイムでぐるりとご紹介させていただこうと思います。それでは参りましょう。東京ディズニーランドのアトラクションです。はい、わかります。ペニーアーケード、カリブの海賊、ジャンガラクルーズ、ウエストチキレーで、スイスファミリーツリーハウス、カントリーベアシアター、ビッグサンダーマウンテン、トムソーヤトイカダー、蒸気船マーク・トウェインド、スプラッシュマウンテンからのビーバーブラザーズのカヌータケ、ピーターパン、空飛び、シルエット姫、後人のコムとホーンテッドマンション、空飛ぶダンボ、キャッスルカルセル、シンデレラのフェアリーテールホール、アリスのティーパーティー、ミッキーのフィルハーマジック、ピノキオの冒険猫、イッツ・ア・スモールワールドに、プーさんのハニーハント、ロジャーラビットのカートスピー、メイの家、ミッキーの家とミートミッキー、チップとデールのツリーハウス、カジェットのゴーコースター、ブナルドのゴート、ドーフリーのペンダパペンハウスに、トゥーパークのスイッチ、エンカウンター、バージュライトヤード、アストロブラスター、スペースマウンテン、さあツアーズ、ザ・アドベンチャーズ、コンティニュー。はい、そして最後の一つ、モンスターズ・インク、ライダー・アンダーガン、シャー。はい、というわけで、駆け足でぐるりとご紹介させていただきました。ありがとうございました。お父さんが終始ニコニコしていたのが非常に印象的でしたね。さてさて、東京ディズニーランド、そうクリスマスイブということで、ただいまスペシャルイベント、ディズニークリスマスファンタジーがね、大好評開催中でございます。このディズニークリスマスファンタジーのお昼のメインイベントといえばですね、ディズニークリスマスストーリーズでございましょう。このお昼のパレード、1日2回行われたかと思います。これどちらかでもいいです。見たいという方いらっしゃいますか。ありがとうございます。半分くらいの方見てくださっているんですかね。ありがとうございます。あと後ろの方にも何かありがとうございます。さあ、ディズニークリスマスストーリーズですね、クリスマス限定のパレードでございます。もう今日なんてやったらね、大盛り上がり、たくさんの方に見ていただけたかと思うんですけれども、ディズニークリスマスストーリーズ、一つ弱点があるんですよ。あのですね、1日2回しかないんですね。1日2回しかないんです。あんな楽しいクリスマスのパレードがね、2回しかないなんて非常にもったいないじゃないですか。そこで我々は考えました。じゃあ僕たちで3回目をやっちゃえばいいんじゃないかと。いうわけで、今からディズニークリスマスストーリーズ幻の3回目やっちゃおうと思います。やっちゃいます。やるよ、大丈夫、準備大丈夫、何ぼーっとしてるんだ。これから盛り上がっていこうぜ。そうディズニークリスマスストーリーズ幻の3回目をやりたいと思います。とは言っても、まあ今からここにね、ミッキーマウスやミニーマウスが来てくれるかどうかは分かりませんし、ダンサーさんもいらっしゃいませんし、何より大きなフロートも僕たち持ってません。なのでね、何かできないことはないかと思いまして、ディズニークリスマスストーリーズ見た方はお分かりいただいているかと思いますが、中でですね、ミッキーマウスやダンサーさんたちと一緒にね、同じ振り付けをやって盛り上がっていこうという場面がございます。よければこの振り付けをですね、皆様と一緒にね、踊らせていただいて、ディズニークリスマスストーリーズ3回目という形にさせていただきたいと思います。皆さん、寒い中体を動かしても大丈夫ですか。大丈夫ですか。 OK です。沈黙は肯定で取れますからね。いいですね。さあ、じゃあね、振り付けやっていきましょう。ね、これどうしよう、左右どっちから動かしたらいいんだろうとか分からない方いらっしゃるかもしれません。大丈夫でございます。パレードを見てるゲストの皆様は大体バラバラでございますから、好きな方から、自分の気持ちいい方のお手でからね、動かしてください。さあ、というわけで、まず振り付け1からいきましょう。振り付け1です。
じゃじゃんと手を広げてください。そう、大体肩ぐらいの高さにしましょうか。これぐらいにしましょうか。さあ、これでまず好きな方の手をですね、はい、シャンシャンシャンと振ってください。今度反対の手をシャンシャンシャン、そしたらバン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 、握ってシャンシャン。おや、ちょっと皆さん、東京ディズニーランドではしゃぎすぎてお疲れじゃないですか。もうちょっと大きくいきましょうか。いきますよ、せーの、シャンシャンシャン、はい、シャンシャンシャン、はい、パン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 、握ってシャンシャン。完璧ですね、ありがとうございます。じゃあ続いて振り付け2にいきましょう。今度は好きな方向に両手をシャキーンと出してくださいね。はい、そうですね、気をつけて止めてぶつかりますからね。そしたら今度はこれをシャラララララララこうなりますからね。はい、今度反対にシャララ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 ラ居場所がない、居場所がないぞ僕の。はい、今度は反対に持っていったらクロスして握って開いてシャラララララララ、これでございます。大丈夫そうですね、皆さん一発でいきますかね。さあ、ここに加えて振り付け1に加えまして、手拍子 AB が加わってきます。これ2種類あるので演技上 AB と分けさせていただいております。まず手拍子 A からいきましょう。小川さん、音楽お願いしますね。手拍子 A は松尾でございます。いきますよ、はい、パンパン、これです。もう一回いきましょう、パンパン、これですね、これが手拍子 A です。じゃあ次、手拍子 B に行きましょう。手拍子 B はテンポよく叩いていきます。やっていきましょう、パン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 と。はい、ありがとうございます。皆さん完璧ですね。叩きすぎると若干手が痛くなりますので、ほどほどの強さで皆さんお願いいたします。さあ、ここまであればあとはもう盛り上がるだけなんじゃないでしょうか。さて、どうぞお父さんセンターに立っていただいて、バリバリもね、クリスマスらしく、ダイナ君これ持ってる？そう、こんなものを持ってまいりました。そう、ベルでございます。そう、この鈴、引力、青と赤で、ちなみにダイナ君それどっちにつける？右手に左手？右手につける、 OK。 これね、そうなんです、ダイナ君とね、同じ方向につけるとちょっと良くないんですよ。なぜかというとね、これ振り付け1をやった時にこっちがいいです。こうなっちゃうんですね。こうならないように僕は左手につけようと思います。僕は左手、大道くんは右手でお願いいたします。さあ、というわけでこの振り付け1からやっていきましょう。お父さん、ミュージックお願いします。というわけでやっていきましょう。まず振り付けからいきますよ。はい、シャン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 、パン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 、握ってシャンシャン。いいですよ、もう一回振り付け、もっと前に来て、動きやすくて、ああ下がっちゃった、うそ、ごめんなさい、失礼いたしました。振り付け、ああごめん。次、手拍子
ポップコーンバケット、その他もろもろ何でも大丈夫でございます。大丈夫ですよ。準備整いましたかね。さあ、とはいっても今日もたくさんの方が見てくださってますから、皆様とはちょっと一斉に乾杯という方向でもよろしいですかね。大丈夫ですか。ありがとうございます。それじゃあ行きましょうか。ようこそクリスマスイブの東京ディズニーランドへ。メリークリスマス。イエーイイエーイ。やっぱりちょっと行こうか。イエーイイエーイ。シャララシャララ。イエーイイエーイ。お誕生日おめでとうございます。シャララ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 。イエーイ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 。お年頃には気をつけてくださいね。イエーイイエーイイエーイ。水分補給させていただくことができました。そんなお水飲んだだけで拍手なんてありがとうございます。もう5時過ぎましたね。ということはそろそろサンタさんが出発した頃でしょうか。皆さん、クリスマスイブ限定のね、とあるイベント、東京ディズニーランドとは全く関係ないんですけども、ノーラッドサンタトラッカーというイベントが行われているのはご存知でしょうか。こちらですね、ノーラッドというアメリカのとある組織がですね、衛星やレーダーなんかを使って今サンタさんがどこにいるのかをリアルタイムでね、流してくれる、インターネットなどで、ね、情報を流してくれる、そういうイベントが今行われているらしいです。まあ、東京ディズニーランドにいながらね、今サンタさんどこにいるんだろうと気になった方はぜひともノーラッドサンタトラッカーとね、調べてみて、あ、サンタさん今この辺りにいるんだなとね、プレゼントのいる人々のね、ところにいるんだなとぜひともね、思っていただければ幸いでございます。さて、それでは最後に皆様に東京ディズニーランドにあるアトラクションから一つピックアップしてご紹介させていただこうと思います。本日は、そうだな、こんな冬の寒い日にはぜひともこのアトラクションに乗っていただきたいと思います。ミッキーのフィルハーマジックについてご紹介をさせていただこうと思います。そう、シアター型でね、たくさんの人が入るので回転率も良く、なおかつとても暖かい、まさに冬にはぴったりのアトラクションでございます。
ルハーマジックでした。さあこちらですね、ワールドバザールを抜けまして、今クリスマスイブ見ないんですけど、シンデレラ城コート席ファンタジーランドにありますよと。よろしければぜひとも足を運んでみてください。それでは我々はこの辺りで失礼いたします。この後も夢と魔法の王国東京ディズニーランドで素敵な人たちを過ごしください。お相手を務めたのは何よりです。